操車場、操車場とは、鉄道における停車場の一種で、貨物列車などの組成、入れ替えなどを行う場所である。英語では、作業場などに使われる、開けた土地といった意であるヤードという語が使われている。日本においては、過去に、主に貨車を扱う、貨車操車場と、主に客車を扱う、客車操車場が存在したが、客車専門の操車場は少なく、 機能的に駅などに付属しているものも多かったのに、対し、貨車操車場は数の上でも多かった。以下では主に貨車操車場についてもべる。日本における貨物列車による貨物輸送において、21世紀において主役となっているコンテナ貨物の始発終着間の二転換輸送に移行する以前は列車の編成全体ではなく、貨車一両を単位としてそれぞれ異なった。 目的地のあるシャーツ海貨物輸送が行われていた。またその貨物列車は21世紀も運用中である大都市の大貨物ターミナル間の二転換輸送に特化した用形体ではなく以下で述べるような操車場が各地方都市ごと仕事程度に存在し、その間をつないでいる列車をあたかも乗り継ぐようにして、それぞれの貨車は目的地まで輸送されていた。 シャー貨物輸送の貨物列車では、操車場に到着した貨物列車の滑車は、その後の行き先別に、一両、ないし数両ごとに切り離されて、多数の分岐器を経て、方面別に分類された仕分け線に送られる。そして最終的に、次の方面別の貨物列車として出発できる、編成が作られ、各方面に向け出発する。この操作をすべて機関車を使って行っていたのでは、 効率が悪いから、特に蒸気機関車時代には、機関車の操作も煩雑であった、自然の地形あるいは人工的な丘による坂を利用し、高い場所から低い場所へ、重力、下り勾配を利用して、貨車を転送させ、仕分け線へと送ることで効率を上げていた。日本において、明治期には、間接鉄道と私鉄は、それぞれの線区でのみ貨車を運用しており、 各鉄道館を直通する運用はされていなかった。しかし、1907年、明治40年に、鉄道国有法により、日本鉄道や山陽鉄道など、当時の主要施設が国有化されたことを機に、貨物輸送体系の見直しが行われ、その一環として、対象期になると各地に操車場が設置された。出発地から、目的地までの直行列車がない場合に、 旅客が複数の列車を乗り継ぐように、貨物も複数の列車のリレーによって輸送される。これを軽装争という。コンテナ1個の貨物の軽装は、駅でコンテナを別の列車、コンテナ車に積み替えることによって行う。シャーツ界貨物の軽装は、駅で貨車を別の列車に繋ぎ替えることによ、行う。貨物中継の拠点となる蘇生駅では、 シャーツ界貨物の軽装のための貨車の組み替えが大規模に行われる。すなわち、異なる方面から到着した複数の列車を分解し、行き先の方面を同じくする貨車ごとに仕分けし、異なる方面に向かう複数の列車を組成する。駅の拡張が輸送量の増大に対応できなくなると、一連の作業を専門に行う施設として、操車場を設けられる。講義には、 駅に付帯する仕分けのための施設も操車場と呼ばれる。貨物輸送における操車場中継方式の欠点は、貨物輸送にかかる時間が不確定なことである。発駅と着駅が異なる貨車を操車場で仕分ける作業には時間がかかり、ある列車の許容する量数がいっぱいになれば、次の列車に回されるため、発駅から着駅まで直行する列車と異なり、 到達時間が予測できない。日本と同様な貨物輸送の条件下にある外国の場合を見ると、総車者上中継方式を続けているが、貨物輸送量は加工線をたどっている。日本においては、鉄道による貨物輸送量は年々減少を続けたため、1984年昭和59年2月のダイヤ改正で、総車者上中継方式を廃止し、 直行輸送方式に切り替えた。そのため、自動化されていた武蔵野操車場も廃止された。分類の観点は他にもあるが、ここでは、坂の利用形態による平面ヤード、ハンプヤード、重力ヤードという分類について述べる。平面ヤードは、平面上に並んだ仕分け線を備え、重力による貨車の転送を行わない操車場である。貨車はスイッチャーによって、 目的の仕分け線に押し込まれる。平面ヤードでは仕分けをより効率的にするために突っ放し入れ替えが行われることがある。まず入れ替え機関車が推進運転で貨車の列を加速する。列の途中の連結機を解放した後、機関車は急ブレーキをかける。これを突放、突放という。解放された連結機より先頭側の貨車は完成で走り続ける。 貨車に転場した構内作業係が、っ離された貨車のブレーキを操作し、貨車を目的の位置に停止させる。日本の操車場の多くは平面ヤードであった。アメリカ合衆国には中規模な平面ヤードが多数あり、セッタガスト、デケイター、イーストジョリエットのような大規模な操車場でも平面のものがある。イタリアにはベローナポルタンオーバ、フォージア、 B 社3序盤にといった主要な操車場でハンプを持たないものがある。その他のヨーロッパの大規模な平面ヤードとしては、スイスのオルトンやルーマニアのベリア・リュイ・トライアン、計画ではハンプヤードだったが結局ハンプは気づかれなかったがある。アルゼンチンでは B 社マリアを除く操車場はすべて平面ヤードであり、中には30以上の仕分け線を持つものもある。ハンプヤードは人口のほか ハンプ、A、ええ、ハンプ、ないしそれに、音と意味を合わせた訳語。口述を備え、それを利用して、貨車を転がし落として、仕分け線まで転送させる、操車場である。最も大規模な操車場であり、仕分けの効率は、最も高く、追加数千両に及ぶこともある。ハンプには、坂岡ないし、坂府の字を当て、そのような意図解することもある。 到着船に入った列車からは、本線用の機関車が切り離される。その後、入れ替え機関車が、推進運転して、時速2キロメートルくらいの速度で貨車をハンプに押し上げる。先頭の貨車が、ハンプの頂上に達すると、その貨車は、編成から切り離され、ハンプの下り勾配を滑り落ちる。同じ仕分け線に向かう貨車が連続しているときは、その複数の貨車を単位として、 反復から落とす。この単位を分解と呼ぶ。分岐器は分解を目的の仕分け線に導くように進路を開いており、分解は仕分け線群の中の目的の線まで転送する。転送する分解の速度は分解が先に仕分け線に送り込まれて停止している貨車に激突したり、仕分け線をオーバーランしたりすることのないように制御しなければならない。日本では 安全連結速度は時速7キロメートル以下とされている。日本やアメリカ合衆国の旧式な操車場においては、校内作業係、連結種が貨車に転乗して貨車の手ブレーキや足ブレーキを操作する子で、ヨーロッパの旧式な操車場においては、鉄道員が制動靴をレールに設置することで貨車にブレーキをかけていた。より新しい操車場にはカーリターダーが備えられる。 これは地上から貨車にブレーキをかけるための装置である。これは主としてハンプから仕分け線に向かう途中の軌道に設置される。典型的なカーリターダーは油圧または空気圧によって車輪の側面にシューを押し付けて貨車を減速させる。空気圧で操作するものはアメリカ合衆国、フランス、ベルギー、ロシア、中国などで油圧で操作するものは ドイツ、イタリア、オランダなどで使われている。初期のカーリターダーは、鉄道員が操作する便によって調節された。より進んだカーリターダーは、コンピュータによって自動制御される。コンピュータは、貨車と積み荷の重量、貨車の進行方向と A 面積、仕分け線までの距離、風向、風速などの条件に応じて、 貨車が仕分け線まで転送するのに必要十分な初期速度を計算し、カーリターダーを制御する。ヨーロッパの操車場では仕分け線は通常8本ずつ1組になり、各組ごとに1つのリターダーがある。アメリカ合衆国では仕分け線は通常9本で1組となる。世界最大の操車場はアメリカ合衆国ネブラスカ州ノースプラットの ベイリー奏車場であり、これは、ユニオンパシフィック鉄道が有する、ハンプヤードである。その他のアメリカ合衆国の大規模な奏車場には、エルクハート、ヤング奏車場、クリーニング、シカゴ、アーゲンタイン、カンザスシティ、イングルウッド、ヒューストン、ウェイクロスライスヤードなどがある。ヨーロッパ、ロシア及び、中国では、重要な奏車場は、すでに閉鎖されたものを除けばすべてハンプヤードである。 ヨーロッパ最大のハンプヤードはドイツ、ハンブルク近郊のマスンであり、これはベイリー走車場よりわずかに小さいのみである。ほとんどのハンプヤードでは仕分け線群は一つのみだが、非常に大きなハンプヤードでは方面別に複数の線群を持つものもある。マスン、クリーニング、ベイリー走車場などがその例である。しかしながら貨物輸送の鉄道から道路への移行や、 鉄道貨物のコンテナ化、安全性の問題、と話した貨車が、本線上に棒を進むし列車と衝突する事故がたびたび起きている。により、ハンプヤードは、減少傾向にある。例えば、イギリス、デンマーク、ノルウェー、日本及び、オーストラリアでは、すでにすべてのハンプヤードが閉鎖されている。これは、ハンプヤードとよく似ているが、操車場全体が、 斜面上にある点が異なる。重力ヤードは通常地形の問題からハンプヤードを設けることが困難な場所に設けられる。ほとんどの重力ヤードはドイツとイギリスにあり他のヨーロッパの国にも少数がある。アメリカ合衆国では重力ヤードは古いものがごく少数あるのみであり現在使用されているものはないと推測されている。現在使用されている重力ヤードのうち最大のものは ドイツのニュルンベルク貨物駅である。重力ヤードは、能力では、ハンプヤードに匹敵するが、より多くの人員が必要となるため、経済性で劣る。操車場の構内には、次のような線路が設けられる。操車場は、貨物列車の拠点となるので、操車場には、機関機や貨車区が併設されることも多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。